ロシア任命の当局者が爆発で負傷、暗殺未遂か、ルハンスク州。ウクライナ東部ルハンスク州の占領地域にある民家で爆発が起き、ロシアが任命した当局者、ユーリ・アファナシェフスキー氏が負傷した。ウクライナ、ロシア双方の情報筋が暗殺未遂と形容しているが、同氏の容体に関する情報は錯綜している。ロシア国営タス通信によると、アファナシェフスキー氏自身の怪我は深刻ではないものの、息子が病院に搬送されたという。自称ルガンスク人民共和国、LPR の複数の当局者は5日、タス通信の取材に、病院にいるのは彼ではなく息子の方だ。だが、今回のテロ攻撃は、アファナシェフスキー氏を狙ったものだった可能性が高いと指摘した。一方、ウクライナの複数の当局者からは、アファナシェフスキー氏がより深刻な容体である可能性が高いとの見方が出ている。ルハンスク州軍政トップを務めるウクライナ側の当局者は SNS テレグラムで、国家関税委員会を率いていたユーリ・アファナシェフスキー氏の自宅が LPR で爆破されたと明らかにした。さらに、自殺未遂の背後にロシアがいると証拠を示さずに非難。またしても協力者がロシアの期待に沿わなかったとの見方を示した。CNN はこの当局者の主張を独自に確認できていない。昨年違法に併合されたルハンスク、ドネツク、ヘルソン、ザポリージャの4州では、ロシアの後押しを受ける当局が地方選挙の実施を進めている。ロシア軍は昨年も国際法上違法な同様の選挙を実施した。ウクライナ軍、南進へ。ロシア、ドナウ川港湾に攻撃。米シンクタンク戦争研究所は5日、ウクライナ軍がロシアから解放した南部ザポロジエ州ロボティネからさらに南進を続けていると分析した。一方、穀物輸出合意を停止させ、ウクライナ経済に打撃を与えたいロシアのプーチン政権は、ドナウ川の輸出ルートに執拗な攻撃を繰り返している。南部戦線のロボティネ周辺では、ロシア軍が築いた地雷原など強固な防衛線の突破を試みている。戦争研究所は5日に公開された位置情報付きの映像から、ウクライナ軍はロボティネの南部と東部方面に前進したと指摘した。一方、穀物輸出の中心地、南部オデッサ州のキペル知事によると、5日夜から6日未明にかけ、ドナウ川港湾都市のイズマイルが約3時間にわたってロシア軍のドローン攻撃を受けた。農業会社の従業員1人が死亡している。地元メディアが伝えた。昨年のクラスター弾死傷者、ウクライナだけで916人。クラスター弾の廃絶に取り組む非政府組織 NGO の連合体、クラスター弾連合 CMC は5日、ウクライナで昨年1年間にクラスター弾で916人が死傷したとする最新の年次報告書を公表した。世界では2010年の統計開始以降最多となる1172人が死傷した。報告書は、ロシア軍が昨年2月にウクライナに侵攻して以降、新旧のクラスター弾を大量に使用しており、ウクライナ軍もロシアほどではないがクラスター弾を使用していると指摘している。ウクライナではこの数年クラスター弾による死傷者は確認されていなかった。昨年同国で確認された死傷者916人のうち 93.3% に相当する855人が民間人で、58人が兵士、3人が地雷除去作業員だった。916人のうち890人はクラスター弾による攻撃で、26人は不発弾によって死傷した。クラスター弾は航空機から投下されたり、大砲から発射されたりした後、空中から広範囲に小爆弾を散布する仕掛けになっている。多くは不発弾として地雷のように残されるため、
永続的な脅威となる。報告書の共著者の一人、ローレン・ペルシュ氏は、記録されていない死傷者も多数存在する可能性があると強調。昨年は少なくともさらに51件のクラスター弾攻撃があったが、犠牲者が記録されていないと指摘している。クラスター弾禁止条約、括弧オスロ条約には110カ国以上が署名しているが、ロシアとウクライナは加盟していない。ロシア軍、歴史ある戦場の神の火が消える危機。兵站の弱さのせいで、ロシア軍の砲撃部隊は量で圧倒する従来の戦術から精密攻撃への転換を強いられている。ウクライナ東部の陣地を守るロシアの砲兵部隊は、ロシアの防衛線を破ろうとするウクライナ軍に対し、兵站反攻をロシア軍は阻止しようとしているが、砲兵部隊は兵站の弱さに苦しんでいる。イギリスの王立統合軍事研究所 RUSI が発表した報告書によると、戦況の悪化により、ロシア軍の砲兵部隊は伝統の戦術を変えざるを得なくなっている。砲兵火力は地上戦の勝敗を左右するほど重要で、戦場の神とも言われるが、ロシア軍ではその火力が消えようとしているのだ。ロシア軍の砲撃能力は伝統的に精度より量に依存している。ロシアのウクライナ侵攻後も変わらなかったこの傾向が、現在は変化してきていると RUSI の報告書は述べる。第一に、ロシア軍には砲撃の量を維持するだけの砲弾がない。第二に、大規模な砲撃に必要な兵站は探知されやすく、長距離の精密攻撃に対してあまりにも弱い。第3に、砲弾の発射位置を捉える対砲兵レーダーの喪失と砲身の摩耗により、量の攻撃の効果は減少している。そのため、ロシア軍の砲兵は今、量よりも精度を重視せざるを得なくなっている。これは、ロシア製クラスノポール 152mm レーザー誘導弾の使用順位が上がったことや、砲撃の調整にドローンの使用が増加していることに示されている。軍の訓練が間に合わない。大量の砲撃に頼るよりも精度を最大化し、必要な砲弾数を減らす傾向にあるようだと RUSI は指摘する。そして、精密弾薬とドローン使用の増加、通信の改善といった取り組みはすべて、時間の経過とともにロシアの砲兵部隊を大幅に強化する可能性が高い、懸念すべき傾向だと付け加えた。だが、より高度な兵器を使ってより正確に砲撃を行うためには、ロシア軍にとって以前から問題になっていた訓練の質の向上が必要になる。戦時下の今、ロシア政府は訓練の有無に関わりなく部隊の増強を優先しており、この課題はさらに困難なものとなっている。訓練がお粗末であれば近い将来解決する見込みはないと、ロシアの軍事アナリストでフレッチャー法外交大学院の客員研究員パベル・ルジンは本誌に語った。ロシア軍の人的資本は非常に低い。兵士であろうと将校であろうと関係ない。仮にロシアが十分に訓練された軍隊を生み出すことができるとしても、そこには限界があるとルジンは付け加えた。砲撃に対するアプローチの変化は砲弾の数が限られていることに由来する。